大変長らくお待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから特別区設置協定書についての住民説明会を開催させていただきます。開催にあたりまして、大阪府市大都市局長の山口よりご挨拶申し上げます。おはようございます。大阪府市大都市局長の山口でございます。失礼をして、この場からご挨拶をさせていただきます。本日は大変ご多忙の中、またお足元の悪い中、特別設置協定書についての説明会にご参加をいただきまして、本当にありがとうございます。また平素からは大阪市政の推進に特別のご協力を賜りまして、重ねて感謝申し上げる次第でございます。この説明会は先月の3月13日に大阪市議会、3月17日に大阪府議会で、特別設置協定書の承認がされまして、来たる5月17日に、大阪市における特別区の設置についての住民投票が、行われますことから、法律に基づいて、大阪市長が行う説明会でございます。法律というのは後ほども説明出てまいりますけれども、大都市地域における特別区の設置に関する法律、この法律に基づきまして、大阪市長が説明をさせていただくというものでございます。従いまして、後ほど橋本市長も出席し、ご説明をさせていただきますが、まずは最初にですね、我々事務局の方から皆様のお手元にお配りをしておりますパンフレットに基づきまして、特別区設置協定書、すなわち新しい大都市制度の内容について、説明をさせていただきたいというふうに考えております。ただですね、最初にお断りをしなければならないんですけれども、この特別区設置協定書というもの、その内容はですね、例えば住民サービスをこのように充実しますとか、あるいはこの地域をこのように作っていきます、あるいは変えていきます、こういうような内容を記載している、いわゆる将来計画と言われるものですけれども、こういうようなものではございません。この特別区設置協定書は住民サービスをどうしていくのか、あるいは町づくりをどう進めていくのか、それを決める自治体、すなわち役所ですね、この役所の仕組みをどのようにしていくのか、そういう内容を示したものでございます。具体的には現在の人口270万の政令市である大阪市を35万人から70万人の5つの特別区とし、皆さんに選ばれた厚生の区長、区議会を設けること、それと今まで大阪市と大阪府が両方で担ってまいりました広域行政といわれる分野、こういうのが役所の仕事の中であるんですけれども、こういうものを大阪府に一元化すること、自治の仕組みそのものをどうしていくかということを記載しているわけですけれども、これから皆さんにサービスを提供していくですね、役所をどういうものにしていけばいいのか、こういうものを記載したものでございます。そういう意味ではですね、今までにないものでございますし、非常に皆さんに馴染みのない行政用語もたくさん出てまいります。ご理解をいただくことがですね、難しい部分もあろうかと思いますが、本日は2時間という限られた時間ではございますが、皆様方の住民投票に際してのご判断の一助となりますように、できる限り我々、分かりやすい説明に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。最後に主従の都合によりですね、壇上からの説明になってしまうこと、また入場の際にはですね、金属探知機での検査など、たくさんのご不自由をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、5月17日の住民投票にはぜひ投票に行っていただきますようお願いを申し上げまして、
最初のご挨拶をいたさせていただきたいと思います。本日はどうかよろしくお願いいたします。それでは私の方から本日の出席者をご紹介させていただきます。まず事務局からの説明者、大阪府市第一支局の制度企画担当部長の田中でございます。事務局からの説明終了後には、橋本市長と玉木谷役長が、出席いたします。申し遅れましたけれども、私本日司会進行を務めさせていただきます、同じく第一支局の組織体制担当課長の川平と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと座らさせていただいて、この後続けさせていただきます。開催にあたりまして、本日の日程について、先にご説明を申し上げたいと思います。一番最初に、説明パンフレット、冊子のパンフレットを使いまして、事務局からの説明がおおむね30分ございます。その後、市長が参りますので、市長の方からスライド等を使いまして、協定書に関する説明がおおむね40分ございます。最後に会場の皆様からのご質問を受けてまいりまして、質疑応答をおおむね45分行いたいと考えております。終了は12時半を予定しております。よろしくお願いいたします。繰り返しになって恐縮なんですけれども、お手元の資料をご確認いただきたいと思います。3点お手元にお配りしていると思います。一つが、先ほど申し上げました39ページものの冊子で、特別区設置協定書について括弧説明パンフレットという白い冊子でございます。もう一点が大きめの紙1枚、両面に記載をしておりますが、協定書に対する意見をまとめた資料でございます。でもう一点は皆様へのお願いというタイトルのちょっとちっちゃめの紙ですね。以上の3点をお手元にお配りしていると思います。今一度ご確認いただきたいと思います。もしお取り忘れの方がいらっしゃいましたら、手を挙げてお近くのスタッフに申していただきたいと思います。よろしいでしょうか。続きまして、再三、申し上げて恐縮なんですけれども、開催にあたってのお願いを今一度申し上げたいと思います。会場内では飲食喫煙はできません。ペットボトルはカバンにしまっていただくようお願いいたします。携帯電話、スマートフォン、これももう一度ご確認いただきたいんですけれども、電源をお切りいただくか、携帯電話、スマートフォンにつきましてはマナーモードに設定の上、通話はご遠慮いただきたいと思います。それからお手持ちの傘でございますが、必ず椅子の下、お足元に、置いていただくようにお願いいたします。もう一点、本日の住民説明会につきましては、ネット中継用と記録用にビデオカメラで撮影しておりますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。お配りしております皆様へのお願いの方に、お示しをしておりますが、信仰の妨げになるような行為、他の来場者の方々にご迷惑になるような行為はご遠慮いただきたいと思います。ご注意申し上げてもおやめいただけない場合には、途中でご退出いただくこともございますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。限られた時間の中で円滑に説明会を進めるために皆様のご理解ご協力が必要となりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。それではまず説明パンフレットを使いまして、事務局よりご説明申し上げます。パンフレットの裏がメモ欄になっておりますので、ご活用いただきたいと思います。田中部長、よろしくお願いします。改めて制度企画担当部長田中と申します。着席させていただいて説明させていただきます。お手元のパンフレット、このパンフレットをご覧ください。このパンフレットに従って説明させていただきます。なお壇上にもスクリーンに同じものを映しておりますので、ご参考いただければと思います。まずパンフレットを、3ページと4ページにわたって見開きの協定書のイメージという表題がございます。ちょっと切れて見えないという形になってますけど、協定書のイメージをご覧ください。左上に現在と記載されているところの欄をご覧ください。国においては大阪市などの大都市における住民自治の拡充や二重行政の問題が議論されているところでございます。
具体的に大阪市でいうと一人の市長では270万市民の声にきめ細かに対応するのは難しく、それぞれの地域の実情を踏んだ施策展開よりも市一律の住民サービスが行われているのが現在の状況です。また大阪市と大阪府の両方が広域機能の枠に記載しているような産業、港湾などの事業を全市、全域に都市化が進んだ狭い大阪府の中でそれぞれ別々に行っている状況です。これを真ん中から右に記載しています。ちょっと表を今変えましたけど、産業、港湾などの広域機能を大阪府に移管し、一番下の方ですね、これらの広域機能を大阪府に一元化することで大阪都市圏の広がりを踏まえ、大阪トータルの観点から大阪の成長、都市の発展などを推し進めていくものであります。そしてこれらの広域機能以外の住民に身近な福祉や教育などの仕事を担う基礎自治体として35万人から70万人の5つの特別区を新たに作ります。表の上の部分になります。これにより市長に任命された職員区長ではなく、住民に選ばれた5人の区長、区議会の下で住民の声をより身近に聞いて、市一律でない地域の実情や住民ニーズに応じたサービスを行っていくものであります。これがこれから説明する協定書のベースとなる基本的な考え方です。それでは資料を順次説明させていただきます。まず6ページの説明をさせていただきます。6ページをご覧ください。特別区設置協定書の内容の説明に先立ちまして、基本的な用語の意味として特別区設置協定書について説明し、引き続いて今後のスケジュールをご説明いたします。一番冗談ですけど、まず特別区とはをご覧ください。先ほども述べましたが、特別区は市民の皆さんによる選挙で選ばれた区長、区議会議員で運営されることになり、自ら税を徴収し予算を編成してそれぞれの区ごとに独自の施策を行うことができます。これに対して現在皆様がお住まいの区は行政区といいますが、区長は市長が任命する職員でありまして、区ごとの議会はございません。また自ら税を徴収し予算を編成するなどの権限も持っておりません。その下の協定書とはをご覧ください。ちょうど真ん中ぐらいになりますけど、特別区設置協定書は大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づきまして、特別区が設置される日、5つの特別区の名称と区域、特別区が担う仕事と大阪府が担う仕事がどうなるのかなど、特別区の設置に際して必要となる事項を記載したものです。次にその下の今後のスケジュールについてご説明申し上げます。特別区の賛否を問う住民投票については5月17日の日曜日に大阪市民の方を対象に実施されます。この住民投票で特別区設置についての賛成の票数が有効投票の半数を超える場合は29年4月に特別区が設置されることになります。また反対の票数が有効投票の半数以上の場合は特別区は設置されません。次に協定書ができるまでの背景経緯について、7ページをご覧ください。7ページのちょっと真ん中より少し上の囲っているところでございますけど、平成24年4月から大阪府と大阪市の条例に基づいて大阪にふさわしい大都市制度推進協議会を設置し、国に先駆けて大阪から大阪にふさわしい大都市制度について議論を行いました。その下の参考という欄をご覧ください。こうした中、24年8月に大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法が制定されました。7ページ下の段の囲みをご覧ください。この大都市法の規定に基づきまして、平成25年2月に大阪府大阪市特別区設置協議会が設置されまして、23回にわたって議論を行い、平成27年1月に
協定書案が取りまとめられました。その後2月に総務大臣から協定書案について特段の意見はありませんとの回答をいただき、3月には府市の両議会において承認されたところでございます。続いて協定書の具体的内容についてご説明申し上げます。8ページをおめくりください。上段の1、特別区の設置の日という部分をご覧ください。先ほど申し上げましたように住民投票で特別区設置について賛成の票数が有効投票の半数を超えた場合は29年4月1日に現在の大阪市域に5つの特別区が設置されることになります。続きまして2、特別区の名称、区域、本庁舎の位置、議員の定数についてご説明申し上げます。5つの特別区の名称、区域、本庁舎の位置、議員定数については真ん中に地図と表をお示しておりますのでご覧ください。まず特別区の名称につきましては大阪府大阪市特別区設置協議会においてシンプルで分かりやすい名称ということで北区、東区、南区、中央区とされたところでございます。なお湾岸区についてはベイエリア地域としての将来性を考え湾岸区とされたところでございます。それぞれ特別区の区域については特別区設置協議会においてそれぞれの区が歩んできた歴史や住民の皆さんの移動交流手段となる鉄道網の状況、住民に身近なサービスを将来にわたって安定的に担うに足りる人口規模大きさを備えているかなどの観点からそれぞれの地図に色分けをしたエリアと決定されたものです。なお住之江区につきましては先島南港地域は港湾関連施設との一体性などから湾岸区、それ以外の区域は町会や小中学校区などの住民のつながりを加え南区となったところでございます。次に本庁舎の位置ですが特別区設置協議会において住民の皆様からの近さや交通の利便性などの観点から北区は現在の大阪市役所本庁舎、湾岸区は現在の港区役所、東区は現在建て替え中の城東区役所、南区は現在の阿倍野区役所、中央区につきましては知事、市長及び議員から構成される特別区設置協議会の議論による総合的な判断によって現在の西成区役所となってございます。各特別区議会の議員の定数につきましては現在の大阪市会の議員数と同じ86名を割り振りまして北区が19人、湾岸区が12人、東区が19人、南区が23人、中央区が13人とする形で決まっているところでございます。また議員報酬については市条例に規定する報酬額の3割減とすることとなっております。最下段 の, 枠囲みの一口メモに現在の24区役所等の扱いを記載しております。現在の24区役所及び現在の出張所等は全て特別区の本庁舎や支所等として残り現在の窓口業務などを行うこととしております。住民の皆さんの利便性が損なわれることはないようにしてございます。次に9ページから13ページに各特別区の概要として先ほどのページと重複しますけどそれぞれ特別区の区域、本庁舎、区議会議員の定数などを記載しております。合わせて本庁舎とともに支所等についてもその位置を示しております。引き続き現在の区役所等が支所等として残ります。また最下段に主要な統計数値も記載することでそれぞれの区がどのようなものになるかをお示しているところでございます。各区ごとにちょっと特徴的なことを申し上げますと9ページの3の1北区の概要というところで申し上げますと現在の大阪市役所が本庁舎、現在の宮古島区役所、北区役所、淀川区役所、東淀川区役所、福島区役所、そして現在の東淀川区役所出張所が支所等として残ることになります。また北区は一番下の階段に記載の主要統計ちょっと探しにくいかもしれませんけど中夜間人口比というのが
欄がございますけど 153% と住んでいる方々より通勤などで通っている方々が多い特性を示しております。また15歳から64歳までの生産年齢人口が 69.4% と高い数値になっております。さらに上段の地図からも都心へのアクセスも充実し、大阪経済の中枢機能を担うビジネス都市としての性格が強い特別区と言えます。続きまして次のページですけど、ごめんなさい、すみません、10ページです。湾岸区の概要で申し上げますと、現在の港区役所が本庁舎、現在の此花区役所、大正区役所、淀川区役所、そして現在の住之江区役所、南港ポートタウンサービスコーナーが支所として、残ることになります。また湾岸区は最下段に記載の、これも使用統計という欄がございますけど、工業出荷額が1兆2000億円と国の中で最も大きなものとなっております。上段の地図からも大きく海に開かれ、国内屈指の国際貿易港である大阪港を有し、西日本の物流拠点としての機能を担っております。こうした工業の集積、高い湾岸機能にウォーターフロントとしての魅力を兼ね備えた特別区といえます。続きまして11ページ3、丸3の3、東区の概要を申し上げます。現在建設中の城東区役所が本庁舎、現在の東成区役所、生野区役所、旭区役所、鶴見区役所が市長等として残ることになります。また東区は最下段に記載の主要統計の年齢別人口比を見ていただきますと、15歳未満が 12.7%、65歳以上が 23.6%、 それぞれ高く、子育て世帯や高齢者の皆さんが多く住む地域であることが分かります。合わせて多くの中小企業が集積した地域でもあり、地域コミュニティに根ざした定住魅力と多くの中小企業の立地という特性を併せ持った特別区と言えます。続きまして12ページの3、4の南区の概要で申し上げます。ちょっと早口になって申し訳ございません。現在の阿倍野区役所が本庁舎、現在の平野区役所、住吉区役所、東住吉区役所、住之江区役所、そして現在の東住吉区役所八田出張所、平野区役所加美出張所、同じく瓜割出張所、長吉出張所が市長等として残ることになります。また南区では最下段に記載の主要統計の年齢別人口比をご覧いただきますと、東区と同様15歳未満が 12.9%、 65歳以上が 24.4%、 それぞれ高く、子育て世帯や高齢者の皆様が多く住む地域であることになっております。合わせて阿倍野ハルカスをはじめ、新しい商業施設や学生が集う大阪市立大学、住吉大社などの歴史ある神社、観光集落など、歴史と新しいものが融合した都市魅力のあふれる定住魅力ある特別区となってございます。次に13ページ3の5、中央区の概要を申し上げますと、現在の西成区役所が本庁舎、現在の中央区役所、西区役所、天王寺区役所、浪速区役所が支所等として残ることになります。また中央区は最下段に記載の主要統計の商業販売額が18兆8000億円と5区の中でも最も高く、国内の都市でも有数の金額を誇っております。また昼夜間人口比率が237% と極めて高く、さらに高等学校、大学などの教育機関が多く立地する、多くの人が集まる西日本屈指のビジネス商業が盛んな特別区といえます。最初に協定書のイメージに述べましたように、こうした各区それぞれの特性を踏まえ、特別区それぞれの実情や住民ニーズに応じたサービスを5人の区長、区議会の下で提供していくことになるものです。次、14ページをご覧ください。町の名称についてでございますけど、現在の行政区の名称は地域の歴史や文化を踏まえ、長年使用されてきたもので、特別区の町名を定めるにあたっては、原則、新たに設置する特別区の名称と現在の町名の間に現在の行政区名を挿入することを考えております。具体的に申し上げますと、この中央区の例を説明させていただきます。西成区岸の里を中央区西成岸の里、
天王寺区上本町を中央区天王寺上本町、浪速区日本橋を中央区浪速区日本橋、ごめんなさい、日本橋です。合わせて現在の中央区と西区については例外的に現在の行政区名を挿入せずに、中央区難波を同じく中央区難波、西区南堀江を中央区南堀江とすることを考えております。今後、再課題の一口メモにあります通り、特別区の設置が決まった場合には、例えば町単位で現在の町名の前に行政区名を追加するかどうか、市民の皆さんのご意見をお聞きして決定してまいります。続いて15ページの丸5、特別区と大阪府の事務の分担をご覧ください。ここでは特別区と大阪府が行う事務、これから仕事と申し上げますけど、役割分担を示しております。この仕事の役割分担が特別区の仕組み作りの根本となるものです。仕事に応じて後ほど説明する職員体制、つまり人をどうするのか、特別区と大阪府でどのように税源、つまりお金を配分して調整するのかなどが決められているということです。まず基本的な考え方という欄をご覧ください。オレンジ囲いの部分です。現在大阪市は保育や保健所、小中学校などの住民に身近な仕事と合わせて、公益交通基盤の整備や成長分野の企業支援などの広域的な仕事も行っております。この広域的な仕事の部分について、大阪府との間で二重行政の問題といったことが言われております。これを広域的な仕事を大阪府に一元化して、国で議論がなされている、いわゆる二重行政の問題を解消し、大阪府が大阪全体の成長などに関わる仕事を行うことにします。そして特別区では選挙で選ばれた区長、区議会のもと、先ほど説明しましたそれぞれの区の特色などに応じて住民に身近なサービスが提供されることになります。大阪府と特別区で仕事をきっちり分けて役割分担を明確化するということです。これまで大阪市が大阪府と同様に担ってきた交通基盤整備などの広域的な仕事は大阪府で担うことになります。したがって特別区は住民に身近なサービスを担うことになり、大阪府と同様の広域的な仕事の負担を負うことはなくなります。現在大阪市が行っている仕事は大阪府と特別区が行うことになります。その際、大阪市の仕事の引き継ぎにあたっては、現在の大阪市のサービス水準は維持されることとなっております。つまり現在大阪市が行っている仕事の担い手が大阪府と特別区に変わりますが、現在の大阪市のサービス水準は変わりません。続きまして17ページ、丸6、職員の移管、特別区の職員体制をご覧ください。ここでは特別区と大阪府の職員体制に関する考え方をお示ししております。上段枠囲みの基本的な考え方に記載の通りで、特別区と大阪府は先ほど説明しました仕事の役割分担に基づき、それぞれがきっちりサービスを提供できるよう最適な職員体制を整備します。中段以下の職員の移管括弧イメージをご覧ください。平成29年の特別区設置直前の職員数は、大阪市と大阪府を合わせた概数で、一番下の左ですけど、77,100人と見込んでございます。その右の記載ですけど、特別区設置当初には特別区、一部事務組合、大阪府の合計で77,300人に増える見込みです。これは現在の大阪市の職員構成において技能労務職員が非常に多くなっておりまして、特別区の職員体制を整備するにあたり、技能労務職員以外の事務職員等を増員する必要があると見込んでいるものでございます。その後行政改革などによって職員の効率化を進め、同じく概数で75,600人になると見込んでおります。続きまして18ページ、特別区の行政組織イメージを示してございます。組織の名称はあくまでイメージでありまして仮称ですが、5つの特別区においては選挙で選ばれた区長のもと、危機管理や教育などの部局を備えた行政組織が整備され、地域の実情に応じ独立した自治体運営がなされることになります。
またこれまでの区役所で担っていた住民サービスの窓口は特別区になっても現在の24区役所や現在の出張所等で引き続き行いますので、住民の皆さんの利便性が損なわれることはございません。表の支所等のところをご覧いただければと思います。続きまして19ページをご覧ください。7、税源の配分、財政の調整についてご説明させていただきます。まず上段をご覧ください。青の部分です。一番上の青の部分ですけど、税源の配分とは税金の種類ごとに特別区の税金なのか大阪府の税金なのかを決めることです。財政調整とは先ほど説明した仕事の役割分担に応じてそれぞれがきっちりサービスを提供できるよう必要な財源、これからお金と申しますけど特別区と大阪府に分けることです。合わせて各特別区に配るときには特別区ごとに収入に大きな差が出ないように調整することでございます。基本的な考え方に記載しておりますが、財政調整を行うことで各特別区で子育て支援や児童相談所など必要なサービスが提供できるお金を確保し、各特別区間の税収入の格差ができるだけ生じないようにします。これによりお金の面からもサービス水準が維持されることになります。合わせて大阪府には大阪市から移管される大阪城公園のような大規模公園や広域的な街づくりなどの仕事に応じたお金を配分します。これはあくまで市から大阪府に移管される仕事に必要なお金が配分されるということでありまして、大阪市から大阪府にお金だけが移るということではございません。その下の枠囲みをご覧ください。これから特別区と大阪府に配分するお金は大阪府の特別会計で管理し、その配分割合は特別区設置後3年間は毎年、その後はおおむね3年ごとに大阪府特別区協議会、仮称でございますけど、検証しまして、その際大阪府が受け取るお金については大阪市から移管される仕事に使われているのかを検証していくことにしております。特別区の財源を、ご覧ください。大阪、皆様から納めていただく税金については大阪市から大阪府に移管した仕事に使用されるものを除き特別区のサービスに使うことになりまして、そのイメージを表にしてございます。で、続きまして21ページをご覧ください。8番、大阪市の財産の取り扱いについてご説明申し上げます。ここでは、市民の皆様が日頃から利用している施設をはじめ、現在大阪市が持っている株式などのさまざまな財産が特別区に引き継がれるのか大阪府に引き継がれるのかを記載してございます。基本的な考え方、オレンジの欄ですけど、記載しております。まず学校や公園など住民サービスを進める上で必要な財産は先ほど説明しました特別区と大阪府の仕事の役割分担に応じてそれぞれに引き継がれることになります。これまで大阪市が提供していたサービスをこれからは特別区と大阪府が提供していくことになります。サービスの提供者が変わるだけで市民の皆様が日頃から利用している施設が使えなくなるということはありません。これまで通り当然使えます。次に株式や大阪市がさまざまな目的のために積み立ててできた基金、いわゆる貯金などについては大阪府が担う仕事にどうしても必要なものを除き特別区に承継されることになります。その下の枠組みをご覧ください。真ん中のぐらいですね、例えば高等学校などの財産は大阪府に引き継がれますが、将来それらの大阪府の仕事が終了した場合にはその財産をどうするのか、その取り扱いについては大阪府特別区協議会で、協議します。その際にもともと市民が築き上げてきた財産であることを十分踏まえて考えていくことになります。次、23ページをご覧ください。大阪市の9、大阪市の債務の取り扱いについてご説明します。ここでは大阪市がお金を支払う義務、つまり債務をどうするかを記載しております。債務の主なものは大阪市債、いわゆる借金ですが、基本的な考え方に記載していますように大阪市債は大阪府が引き継ぎ、その返済費用は仕事の役割分担に応じて大阪府と特別区が負担します。大阪府と特別区の負担額は先ほど説明申し上げました財政調整などによって必要な財源が確保されます。これによりこれまでの債務は確実に返済されることになります。
続きまして24ページをご覧ください。丸中一部事務組合機関等の共同設置についてご説明申し上げます。冗談にございますが、一部事務組合機関等の共同設置とは5つの特別区が連携して効果的に仕事を効果的効率的に仕事を行う仕組みのことです。一部事務組合については5つの特別区の区長や区議会議員がメンバーとなって運営されるもので、こうした仕組みを使って大阪府内でも31の一部事務組合がさまざまな仕事を行っており、長年にわたって安定的に運営されてきております。今回5つの特別区が一緒になって作る一部事務組合で行う仕事は、平成30年の都道府県移管に向けて関係法案が国会で議論されている国民健康保険事業や一つに集約して処理する方が効率的なコンピューターシステム、そして中央体育館の管理などです。あくまで特別区が担う仕事は各特別区において行うことが原則でありまして、一部事務組合で行う仕事は特別区のすべての仕事のうち約 7% となってございます。次に25ページをご覧ください。丸の11番です。大阪府特別区協議会、括弧仮称ですございますけど、ご説明申し上げます。大阪府特別区協議会とは、大阪府と特別区が特別区において必要な住民サービスを提供できるよう話し合う場です。中段の大阪府特別区協議会の姿をご覧ください。東京にも同様の協議会がありますが、メンバーは東京都知事、副知事、都の職員に23区長の中から選ばれた8人の区長となってございます。これを大阪では大阪府知事と5つの特別区のすべての区長を基本メンバーとしてございます。そしてこれまで説明してきました特別区の仕事に必要なお金の確保や配分、大阪府が引き継ぐ財産について、大阪府の仕事が終了した場合にどう取り扱うなど、特別区にとって大事なことについて話し合うこととしております。合わせてこれらも東京にはない仕組みですが、スムーズな調整を図るため有識者などで構成する第三者機関を設けることとしてございます。次26ページをご覧ください。12番、各特別区の長期財政推計各個新井資産についてご説明申し上げます。上段の推計目的オレンジの欄ですけど、位置づけまとめをご覧ください。この財政推計は現在の大阪市のサービスを前提に特別区を設置した場合に、5つの特別区それぞれの財政運営が可能かどうかを検証するために作成したものでございます。この推計は税収の伸び率など一定の前提条件を設けた上で行った荒い試算であることから、それぞれの数値については相当の幅を持って見ていただく必要がありますが、推計結果からは特別区の財政運営は十分可能ということになってございます。一番下の過去日に記載しておりますけど、特別区全体を合わせた推計は下のグラフにある通りです。財源活用額とちょっと枠囲いの文字がございますけど、これは使うことができるお金の額という意味ですが、右に徐々に拡大して棒グラフですけど、45年度には約292億円、折れ線グラフの方ですけど、平成29年度から49年度までの累計額で約2762億円となる見込みでございます。この財源活用額を利用して各特別区は今までの仕事を拡充したり、サービス水準を良くしたり、住民の皆さんが必要としている新しいサービスを行うことができます。次に27ページから29までは5つの特別区それぞれの財政推計を示しております。後ほどご覧ください。最後に31ページと32ページをご覧ください。皆様からあるよくある質問とそれに対する回答を載せております。よくある質問としては、特別区になっても住民サービスは維持されるの、これまで納めていた税金や水道料金などは高くなるの、これまでの地域のコミュニティや地域の行事はなどはなくなるの、今ある区役所がなくなるの、町名は変更になるの、運転免許証や国民健康保険証などの住所変更の手続きはしないといけないの、特別区の設置後に区名や町名を変更することはできるの、大阪府は大阪都に名称に変更になるのなどを挙げてございます。まあ、こういった質問に対してそれぞれ回答を記載しておりますので、後ほどご覧ください。すみません、ちょっと時間の制約がございまして、かなり早口で端折った説明になりましたけど、私の説明は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。
それではここで市長と浪速区長が到着いたしましたのでご紹介いたします。橋本徹大阪市長です。続きまして玉城健二浪速区長です。それでは市長より協定書の内容等についてご説明申し上げます。橋本市長よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。すいません、着席させてもらいます。大阪都構想、この特別区設置をするという、僕がいつも言っている大阪都構想というものなんですが、今 の、 大都市局からの説明を聞いていただいてですね、よく分かったという方どれくらいいらっしゃいます。なんとなく分かったっていう方でお願いします。まだよう分からんわっていう人でお願いします。さっぱり分からんわっていう人ですいません、分かりました。ですね、これ特別区設置というものは、最初局長の方から挨拶させてもらった通り、役所の仕組みを変えることなんですね。役所の仕組みを変える、ですから直ちにこのことによって皆さん の、 その生活がどう変わるかという話ではないんです。役所の仕組みを変えることによって、そのことによって、皆さんの声を、役所がどう聞きやすくなるのかとかですね、皆さん方が役所と一緒に、いろんな協議をしながらですね、どう自分たちの街を、変えてくるか、まさにその役所の仕組みの部分の話ですから、ちょっと分かりにくいかも分かりません。でこれまずですね、先に考えていただかなければいけないのは、なぜこんな話を持ち出したのかっていうところが分からないと、いきなりこの中身に入ってもよく理解できないと思いますので、なぜ僕がこの話を持ち出したのかというところをまず説明させてもらいます。で皆さんにはですね、僕の今から言う考え方が、それが本当に橋本の言ってること、お前の問題意識っていうのが正しいのかどうなのか、そこをしっかり見ていただくこととですね、もし僕の問題意識が正しいとしてもですよ、僕の問題意識が正しいとしても、何もこんな特別区設置までやる必要ないじゃないかと、今の大阪市役所のままでもいいじゃないかという考え方もありますから、まずは僕の今から言う大阪に対する問題意識が正しいかどうかというところを考えてもらうのと同時にですね、仮に僕の問題意識が正しいとしても、この特別区設置、大阪都構想というところまでやらなければいけないのかどうなのか、そのところを考えていただきたいなというふうに思っています。まずお手元のですね、1ページ2ページのところ、ここがもう僕の問題意識、大阪に対する問題意識をまとめたところです。で僕はですね、3年、半前に大阪市長になりましたが、その前は大阪府知事をやってます。ですから大阪府知事と大阪市長をある意味同時期にやったという立場でですね、大阪に対して、すごい問題があるなと感じました。それでですね、この僕の問題意識は大阪府と大阪市、大阪府庁と大阪市役所、これをトータルで一番いい状態にしないといけないなというふうに考えています。ですから大阪府庁のことだけを考えているわけでもありませんし、ましてや大阪市役所のことだけを考えているわけでもありません。大阪府庁と大阪市役所両方を良くしなければいけない、トータルで良くしなければいけないとまず僕は考えています。そこで一番の問題意識は大阪府庁と大阪市役所、皆さんが今まで当然のように前提としていた大阪府庁と大阪市役所、仕事が整理できてないなと一番感じております。知事をやり市長をやり、その経験からすると大阪府庁と大阪市役所、本当仕事が整理できていない。ですからこれを仕事をきちんと整理をして、それぞれ役割分担をしっかり明確化する、役割分担をしっかり明確化することによって税金の無駄をなくしていかなきゃいけない、そして役割分担、役所の役割分担ですね、大阪府庁大阪市役所、この仕事の役割分担をきちんと明確化して、それぞれの役所がですね、自分の仕事にきちんと集中できるようにする、
で、きちっと住民の皆さんの声を組み上げることができるんです。まあ、そういう新しい学習にしなければいけないなというふうに考えて、この特別区の設置、いわゆる大阪都構想というものを、まあ、提案したというところです。まあ、僕は知事という立場ですから、まあ、大阪全体の、まあ、成長も考えていました。3年半以前はですね、大阪全体の成長、そして市長になると今度は住民の皆さんの細かな声にいろいろ応えなければいけないなと、そういうまあ仕事にもまあ強かったですね。まあ、大阪全体の成長とそれから市民の皆さんのいろんなニーズ、求め、要望、そういうものにも応えなきゃいけない。これはですね、両方一緒にやるっていうのはもう僕は不可能だなというふうに思っていまして、ですから後でお話をさせてもらいますが、この大阪全体を見てですね、大阪府庁と大阪市役所をしっかり役割分担を明確化して、大阪全体の成長を担う役所、それから住民の皆さんの声を細かく丁寧に拾っていく役所に整理をしていこうと考えたわけです。でこの1ページ目のところなんですが、皆さんまず二重行政という言葉よく聞かれるかと思いますが、ちょっと見てもらいましょうか。1番、パネル1番です。まあ、これざっと今二重行政と言われているもの、まあ、この信用保証協会というものは松井知事との間で一つにまとめましたけども、まあ、病院とか大学とか港とかこういう研究所、これは今あるものですけどね、今あるもので何もそれを全部一つを削ってしまえというわけではなくてですね、まあ、それぞれが大阪府大阪市がそれぞれにやる必要ないじゃないのと、大学だったら大学をきちんと担う役所一つがですね、大学を担ったらいいんじゃないの、まあ、ですからこれ2つをそれぞれ、まあ、これ大阪府と大阪市がそれぞれやる必要ないじゃないのっていうのが、まあ、一つの問題意識です。それから二重行政って言われているものは今ある問題だけじゃなくて、今後も今の大阪府と、まあ、大阪府庁と大阪市役所という役所を2つ残しておくと、今後もこういう二重行政っていうのは出てくる、まあ、恐れがあるでしょう。そういうことはもう大阪でですね解決したい、こういう二重になるようなことは解決したいというのがまず僕の一つの問題意識ですね。でそれからですね、次が税の無駄遣いということで、次の2番3番これ見てください。まあ、今まで皆さんの税金でですね、大阪市、まあ、いろんな事業をやってました。皆さんご存知だと思いますけど、 WTC で1200億円とか ATC で1500億円、まあ、この辺は財務リスクっていうのはですね、もう事業がうまくいかなくなって、まあ、調停を、まあ、申し上げてですね、なんとかこう再建していかなきゃいけない、まあ、要は事業がうまくいってないというやつです。でこの辺もですね、まあ、信託事業、まあ、いろんな不動産事業の方に、まあ、いろいろ手を出して、まあ、ほとんどはうまくいってない、まあ、破綻してしまった場合によっては追徴金まで、請求された、まあ、特にこのオーク200なんていうのはこれ650億円、これから信託銀行に、10年間で650億円払っていただいてます。皆さんの税金でですね、フェスティバルゲートにもこれ信託銀行に285億円払わなきゃいけない。またこれ交通局の会計で処理をしましたけれども、まあ、ここはうまくいっていない事業、こういうものになります。これは大阪市なんですが、大阪府、まあ、大阪府の方もですね、何も大阪府だけがしっかりやってるってことではなくて、大阪府の方も、まあ、こういう、まあ、いろいろ失敗した事業が、まあ、あるわけですね。うまくいっていない事業と、特にこのリンクゲートタワービルなんていうのは WTC ビルと、まあ、同じ高さの基礎をやった、まあ、そういうビルで有名だと思うんですけど、まあ、結局大阪府大阪市も仕事の役割分担もうまくできずに、自分の仕事にまたきちっと集中することもせずにですね、まあ、こういういろんなことをやってきてしまった、まあ、ですから仕事の役割分担を大阪府庁大阪市役所でしっかりやって、自分のその仕事に集中していか集中させようということから、まあ、この特別区設置大阪都構想というものを提案したものです。ですからこういうことを問題意識だと
問題意識というか、これは大阪の問題だと、まず感じるかどうか、いやいや、もうこんな問題は別に、今の状態でも別に解決できることだというふうに考えるのか、いや、これすごい問題で、役所自体を変えなきゃ、こういうことは解決できないと考えるのか、まあ、そこで特別区設置、賛成、反対というものが、まあ、分かれてくるのかなというふうに思っています。それから次にですね、この1ページ目、あ、まあ、それこれはですね、まあ、いろんなあの無駄遣いといいますか、税金のいろんな無駄遣いと、これ大阪、こっちが大阪市、これ市民1人当たり、皆さんがですね、1人当たりどれぐらい借金を背負わされているかということなんですが、これ、こっちが大阪市民ですね、でこっちがですね、東京都民1人当たりの借金だったんです。こう見ますと、大阪市民1人当たりの方が、これ、3倍以上になってますね、3倍以上。でこれ、なぜかというと、これが大阪府分なんですね、これが大阪府分の借金。でこっちが大阪市の分の借金。で東京の場合には、これが東京都の借金。こっちが23区、区の借金。こういう、これが、役割分担が本当にできているのかどうなのか、まあ、あのこっち見てもらいたいんですけど、こっちもですよ、大阪府、大阪市と、まあ、両方まあこれだけ巨額なこう借金を積み重ねてきてですね、結局市民1人当たりの借金がどうなっているかというと、大阪府分と大阪市分、まあ、こういう状態になっている。で東京の場合には東京都がまあ大きい借金をしてですね、この区という部分は、まあ、仕事の役割分担の中で、まあ、さっき説明があったかと思いますけれども、区はですね、特別区というのが医療福祉教育に、まあ、集中するんで、まあ、借金はそんな大きな借金はそんな大きい借金をするような仕事にはしないと、まあ、大きい借金するのは都の方がやって、区の方は医療福祉教育に、まあ、集中していくと、まあ、そういう役割分担は東京都の方ではできているんではないか、じゃあそれも大阪でやっていくべきではないかというのが、まあ、僕の問題意識です。まあ、それが一つの問題意識です。で、もう一つの問題意識はですね、またパンフレットの1ページ目に書いてますが、大都市戦略の必要性ということなんですけどね、これはあの、今度は大阪全体の成長ということなんですが、例えばですけどもね、あの一例ですけども、あの地下鉄のやつ出てきますから、もう小学校4年まで東京に住んでる、東京に住んでたんです。で例えば東京、17番まあこれ東京の地下鉄の状況です。東京の地下鉄の状況で、大阪はまあこれ東京はですね、まあ、これ 13路線中総合乗り入れは10路線と、まあ、私鉄とですね地下鉄がまあ相互に乗り入れをしていると、あの乗り換えせずにもう電車でそのままスーッと施設から地下鉄に入ってまた地下鉄につながるとか、そうなってるんですね。でこれが東京の状況で、一方大阪が、16番、まあ、大阪の場合にはですね、やっぱり総合乗り入れは9路線中3路線、確かにこれはちょっと技術的にですね、現在難しいところがあるんです。あのレールの幅が違ったりですね、大阪の場合には地下鉄と私鉄のレールの幅が違ったり、それからのパンダグラフの電気を取るですね、やり方がパンダグラフ、私鉄の場合だとパンダグラフですね、天井のところからこう取ってくるんですけども、地下鉄はですね、天井が低いものですから、第三軌道といってあのレールの横のところにもう一本こう電気が通る線を引っ張ってですね、こう電気を取ってる、まあ、要は私鉄と地下鉄がなかなか技術的につながりにくいという現状はあるんですけども、現状はあるんですが、まあでもそれは技術的な話なんでね、今レールの幅とかそういうものも、まあいくらでもフリーゲージっていってレールの幅、こうタイヤを広くしたり狭くしたりとかする技術もまあ出てきているわけですから、まあ、今日の明日のって話ではなくて、まあ、要はこの現状を見てもらいたいんですね、まあ、こういう相互乗り入れができていないこれ大阪の状況と、もう一回17番、まあ、こういう東京の状況、それからですね、例えば高速道路なんかでもですね、何番でしたっけ、その前ですかね、高速道路その前、15番、これもですね、
まあ、こっちが東京でこの間開通しました新宿と羽田、今まで40分かかってたところはもう20分でバーンと行けるようになったんですね。まあ、大阪も今一生懸命やってるんですが、やっと僕と松江知事で、ここ計画が止まってたところなんとか進めようということ、僕と松江知事の間で、ゴーサイン出したんですが、しかしできるまでまだ20年とかそれ以上かかるというような状況、まあそういうこととかですね。それから空港で18トン、まあ、これちょっと分かりにくいかも分かりませんけども、成田空港と、まあ、羽田空港がありですね、まあ、成田とこの東京都市部も今どん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 こう近くなってきている、鉄道で早く結んできたりですね、羽田空港とこの東京の間もですね、今どん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 短くしようということで、もう東京はどんどん今発展してきてますね。で19番、この辺はご承知の通り、この間北陸新幹線ができて、もう金沢と東京が結びついて、今度は2027年には東京と名古屋の間に結ばれると、まあ、今東京の方がね、東京全体の成長というもので、まあ、どん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 成長してきてますけども、ここの考え方なんですけどもね、今までは、まあ、大阪府庁、大阪市役所という役所がですね、まあ、2人でいろいろ話をしながら、大阪全体の計画を、まあ、考えていたと、そして実行していたということなんですけど、本当にそれでいいのかというのが僕の問題意識です。まあ、これまでは、まあ、今まではね、大阪市内が、まあ、大阪市というものが大阪の中心だったものですから、まあ、大阪市がね、地下鉄を経営したりとか、まあ、大阪市が今のこう大阪全体のことを考えるということもあったのかわかりませんが、ここがね、僕の問題意識の役割分担というところなんですよ。まあ、やっぱ大阪全体のことをについては、大阪全体のことをこう考える、まあ、役所に、もう集中させたり、大阪全体のことを考える役所というのも一つきちっと作った方がいいんじゃないかと。今まで大阪市役所と大阪府庁が、まあ、お互いにそれぞれ大阪全体のことを考えていたところもあるんですが、でもどっちかに大阪全体のことは任せるよということをやった方が、より大阪全体の、まあ、発展につながるんじゃないかと、僕はそういう問題意識を持っています。まあ、大阪府庁と大阪市役所、皆さんから見るとですね、まあ、皆さん大阪市民でもあり大阪府民でもあるわけですね。大阪市民でもある、あるいは大阪府民でもある、府民でもある。ところが今までの、まあ、これは僕の大阪府知事と大阪市長の経験からするとですね、大阪府庁は大阪市以外のところを担当、大阪市以外、大阪市議会ですね、市議会で、大阪市役所が大阪市内担当と、こういうなんか地域で、こう仕事を分担していたようなところがあるんです。でもそうじゃなくて、仕事の中身でもう大阪全体に関わることは大阪市内、大阪市外関係なく大阪全体を担当するしっかりした役所が、まあ、大阪全体の成長を引っ張っていこうと、まあ、そういうふうに仕事の役割分担を明確化しようと、そうしなければ大阪のダイナミックな発展はないんじゃないかというふうに感じたところから、僕は今回大阪都構想というものを提案しました。すなわち大阪全体の仕事については、もう大阪市役所と大阪府庁がそれぞれやるんじゃなくてですね、まあ、大阪市役所が今までやってた大阪全体の仕事を大阪府庁の方に、もう担当者変える、大阪府庁の方にやってもらうと、大阪府全体大阪全体の仕事は大阪府庁に集中してやってもらうというのが今回の、まあ、特別区設置、大阪、いわゆる大阪都構想というものです。まあ、そういう考え方がいいかどうかというところを判断してもらいたいと思います。そしてもう一つ問題意識が、大阪全体の話とは別にです、あ、これそれでですね、なんか大阪全体のその成長というのを考えていかなければいけないのか、大阪市だけを見るんじゃなくて大阪全体というのを見なきゃいけないのかというとですね、5番、大阪の状況がですね、昔と変わってきたんですね。これ大阪府です。大阪府です。でこの真ん中が赤色の部分は大阪市なんですが、昔大正時代まではですね、この大阪市内に人口が大体、まあ、大阪の人口の約7割がこの大阪市内に集中してたわけですね。大阪市内とか、今これ見てください、これ事業所、まあ、いわゆる経済のね、
引っ張ってくれている事業所なんですけども、商業や工業、まあ、いわゆる事業をやっている事業所の集積情報なんですが、もう大阪市内にとどまってないわけですね。今事業所というものがもう大阪全体にこう広がっていっている、まあ、こういう状況でも大阪市内のことだけを考えて大阪全体の成長が見込まれるのか図られるのかといえばそうじゃないんじゃないかと。もう今事業所がこんだけ大阪全体に広がってるんだから、やっぱり今はもうこれからの時代、この大阪全体のことを考える役所がですね、しっかり大阪全体を引っ張っていく、そういうふうにしないと大阪の成長は見込めないんじゃないかと考えたところです。で6番、これ人の移動の状況なんですけど、人もですね、大阪全体で人は行き来してるんですね。大阪全体で、大阪市内だけで人が行き来してる、大阪市内だけでとどまってるわけじゃなくて、人全体のその行き来の状況 もう大阪全体に人もこう行ったり来たりしてるんです。ということを考えれば、大阪の発展ということを、大阪の発展といったときにですね、大阪市内のことだけを見ていけばいいのか、それともやっぱり大阪全体を見ないと、まあ、大阪の発展がないのか、まあ、そこの考え方の違いですね。だから大阪市内だけを見るということではなくて、やっぱり大阪全体をこう発展させるということに、こう力を入れていかないとですね、まあ、大阪の成長は見込めないんじゃないかというふうに考えております。まあ、いろんな数字もあるんですけどね、まあ、8番、これ今大阪、これ法人数、会社の数がどーんと減ってきて、まあ、大阪は大阪そうなんですけど、こんなような状況で、まあ、リーマンショック後、まあ、なんですけど、まあ、こんな低迷している状況です。それからただですね、外国人観光客が9番、外国人観光客は今こう上がっていってる状況ですね。でデパート10番、これも大阪府大阪市、まあ、ちょっとこうデパートの販売額なんですけど、これもゴーンと減りまして今上がりつつありますね。で大阪のホテルの稼働率11番、ホテルが今どん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 お客さんいっぱいになってきてるわけですね。それから有効求人倍率12番、まあ、有効求人倍率も今、まあ、上がってきています。完全失業率、これは完全失業率はまあ下がってきている。で、これな、で、地価の方ですね、14万。まあ、地価も今、こう、上がりつつあると。これ、何のためにこういう数字を出したというと、まあ、地価とかですね、有効求人倍率とか、外国人観光客がどう、外国人観光客を増やしていかなきゃいけないとか、会社の数もね、どんどん大阪に来てもらわなきゃいけない。まあ、いろんな数字出しましたけども、こういう話は、大阪市内だけのことを考えて、こういう議論をするのか、それともさっき言った5番、大阪市内のことだけを考えて有効求人倍率は完全失業率をもっと少なく低くしていこう、有効求人倍率、仕事の量を多くしていこうとか、外国人観光客を増やしていこうとか、デパートの売上高を増やしていこうとか、そういうことを考えるのは大阪市内のことだけを考えてそういうことを数字を良くしていけるのかといえば、僕はもうそうではないんじゃないかと。こうやって事業所はですね、大阪市域外にも広がってるし、さっきも言ったように人の移動も大阪府全体、大阪府域全体に人も動いているわけですし、まあ、なんといっても今のこの大阪市、確かにここに企業が集中していますけれども、まあ、働いている人っていうのも周りから大阪市外から通勤している人もたくさんいるし、まあ、先ほどいろんな数字出しましたけれども、ああいう数字を良くしていこうと考えた時には大阪全体の、まあ、発展を考えなければいけないんじゃないかと、そういうような思いに至ったわけですね。でさっきの地下鉄とか高速道路の状況もそうですけども、とにかく大阪全体の発展を目指して、大阪全体の成長を目指すことによって、まあ、大阪の発展があるんだと。まあ、もちろん大阪市民の皆さん、大阪市内の発展もあるんだと。そういうことを考えたときには、やっぱ大阪全体のその仕事をですね、引き受けるその役所、それをしっかり作る必要があると。
まあ、そういう思いに、まあ、至ったところです。大阪市内と大阪市内とそれ以外ともう分ける時代ではない。大阪市内が大阪市役所、それ以外が大阪府庁だともう分ける時代ではないというふうな思いに至りました。そして、もう一つがですね、大阪全体の発展とともに市民の皆さんの声をしっかり聞く、まあ、役所をきちんと作らなきゃいけないと、そういう問題意識にも至っております。これは横に玉木が座ってますけども、まあ、皆さんの区長ですけどもね、多分玉木の方が何枠区のことをよく知ってるんですよ。何枠内のその路地がどうなってるか、どこが危険なのか、通学路どこが危ないのか、どこにですね、おじいちゃんおばあちゃん、まあ、ちょっと体のね不自由なおじいちゃんおばあちゃんがいるのか、まあ、それ玉木の方がよく知っててですね、まあそれはいろいろ役所の方から通じて、役所の方を通じて報告なんかも、まあ、上げてはもらうんですけども、でも玉木は選挙で選ばれていません。選挙で選ばれたわけではないので最終決定権ないんですね。ですから何か重大なことをやろうと思うと、必ず大阪市役所淀山市の僕の仕事場ですね、淀山市の大阪市役所に来てですね、お伺いを立てなきゃいけないわけです。何が必要かというと、多分一番困ってるとは思うんですけど、お金の使い道の決定権がないわけですね。お金の使い道で、もっと言えば保育所どこに建てるかとか、特別養護老人ホームいくつ建てるかとか、図書館いくつ建てるとか、そういう決定権がないです。で逆に今度は、これちょっとプールが多すぎるからプールは減らしたいなとかですね、この施設についてはちょっと余分で他の区、隣の区、まあ、中央区とか西区とか、そういうところから借りればいいから、うちの区ではちょっと減らしたいなと思っても、それも今できないんです。まあできないというか、やろうと思っても大阪市役所、僕のところのところに行ってですね、相談して、そこで OK をもらわないと玉木だけでは解決できないんですね。で本当にこれからの時代それでいいのかという問題意識が3番目です。まあ、その税金の、無駄遣い、これは何とか止めなきゃいけない。それから大阪全体の成長というものも考えないといけない。そしてもう一つが、この住民の皆さんの声をしっかり聞きながら細かな仕事をしっかりやっていくような、そういう役所をやっぱり作り直さなきゃいけないと。これは3つ目の問題意識なんですけども、24番、これですね、何が問題かというとですね、大阪市の人口って260万人なんですね。すみません、大体260万人なんです。これ都道府県でいうと、府県でいうと広島県とか京都府ぐらいの人口なんですよ。広島県とか京都府、じゃあ広島県とか京都府っていうのはどうやって皆さんの声を組み上げているかというとですね、見てください。広島県は当然知事が1人いまして、そこにまたさらに市長と町長というものが23人、だから合計ですね、これ知事合わせると24人選挙で選ばれた知事、市長、町長で住民の皆さんの声を組み上げている、まあ、そういう役所の仕組みなわけですね。で京都府、お隣の京都府もどうなのか、京都府も260万、ほぼ大阪市と同じぐらいの人口ですが、その住民の皆さんの声を組み上げる仕組みとしては、京都府知事がいますけれども、さらにですね、市長と町長、村長がいてですね、これ26人、これに、まあ、知事を加えて27人、だから27人の選挙で選ばれた、まあ、知事、市長、町長、村長、ただで、一生懸命住民の皆さんの声を一生懸命汲み取るような、まあ、そういう仕事をやってるわけです。ところが大阪市は見てください、僕一人なんですよ、選挙で選ばれたその行政のトップ、行政の長っていうのは。いやだから皆さんがね、いや玉木区長がいるじゃないのと、大阪市が24人も区長がいるじゃないのって言うんですけども、全然違うんですね、この選挙で選ばれた長とですね、玉木の立場っていうのは。ですから今回僕はですね、やっぱ大阪市260万人もいて、選挙で選ばれたこのトップが一人というのは、これはちょっと住民の皆さんの声を十分に聞くことができないという問題意識をもとにですね、まあ、大阪市内に今度は選挙で選ばれた区長を5人置きましょうというのが、今回の特別区設置、いわゆる大阪都構想なんです。
ちょっとざっと見てもらいたいんですが、25番、例えば図書館なんかでもですね、今大阪市は西区に中央図書館がありますけれども、その他地域図書館はもう一区一館なんです。もう一区に一館というふうになってます。でこれは僕はね、増やしたい思いがあるんですよ、人口によって。でも増やすとですね、今大阪市の市議会議員は区ごとで選ばれますので、区ごとで選ばれますから、一区だけ二館にする、三館にするってなかなかできないです。一区にもし図書館二館作ると、24区全部二館ずつ作っていく。まあ本当にね、そういう今大阪市のお仕事のやり方になってしまって なってしまって、これはもう他のいろんな区民から文句が出ないようにということで、一区もう一館と。でも東京なんかだとですね、まあ、これ人口この館の数を比べてくださいってことではないんですけどね、もうそれぞれですね、それぞれの区で自分たちに必要なものを決めてるんですよ、必要な量で。さっきいろいろ大都市局の方から説明あったかと思いますけども、今度新しくなる北区とかですね、東区とか湾岸区、南区、そして皆さんのお住まいの中央区、人口のね、年齢層のその分布も違うし、企業の集まり具合も違う、みんなそれぞれ特色が違うんですね。でこれ図書館の一つの例ですけども、今大阪市のやり方だと一区一館となってますけども、今度目指そうとしている特別区というものになると、もうそれぞれで考えてくださいと、それぞれで考えてくださいという、そういう仕組みに、したいというのがこの僕の思いなんですね。260万人全部一つにまとめて一区一館とかじゃなくてですね、選挙で選ばれた区長のもとで決めてください、住民の皆さんと話し合っていくつにするか決めてくださいと。まあ、これ当然各国でもうこれ全然違う。で、まあ、たまたまなんですけども、これ図書の数をこう見てみるとですね、人口1人当たりの図書の数を見てみると、東京の場合もやっぱり図書多いんですね。本が人口1人当たり大体 2.9 冊と、大阪市の場合にはその半分、人口1人当たりの図書数が 1.4 冊と、非常に本の少ない町なんですね大阪で。こういうのを見るとやっぱり図書館を増やさなきゃいけないなっていうふうに、やっぱ僕は思ってですね、今淀川区の方で図書館新しいのを作ってよということを前考えてるっていうことを淀川区長に言ってるんですが、多分あそこで作るとですね、また何和区でも作ってくれって話に必ずなります。ほんならまた北区で作ってくれ、平野区で作ってくれ、もう収拾がつかなくなってしまう。だからそれはもう選挙で選ばれた区長5人のもとで5つのエリアに分けてですね、もうそれぞれの地域で判断してよ。当然これね、今の状況だと区長は作ってくれ作ってくれって話ばっかりなんですよ。でもそれもお金持ちませんから、何かを削っていかなきゃいけないんですね。でこれ作ると削るっていう話をワンセットでやっていかなきゃいけないのがこれからの役所なんです。作るばっかりではもう無理です。だから作ると削るっていうものをワンセットでやっていかなきゃいけない。これを今の260万人大阪市全体で、これを作るからこれを削るっていうことを大阪市全体でやるのはちょっと僕はもうこれはもう無理だなというふうに感じているのが、僕の市長経験としての、この思いですね。ですからそれを、5つのエリアに分けて、5つのエリアごとに選挙で選ばれた区長が何が必要で何を削っていくのかということを調整してきてよっていうのを思いで、この特別区設置、大阪都構想というものを、提案をこうしたところです。図書館の状況ですけどね、例えばスポーツセンター、これ見てください。スポーツセンターも温水プールも全部各区に一つなんですね、今大阪市。もう一区に一個。だけど、東京のを見てもらうと、もうそれぞれバラバラです。まあバラバラというか、バラバラというと言い方があれですね、多種多様ですね。その地域の皆さんの求めに応じて、これ多いことがいいってわけじゃないですよ。まあそれはお金のあるなしにも関わってきますし、何かをやっぱり削っていってるってことはしてると思うので、ここで見ていただきたいのは、この数についてね、それぞれの地域で違うんだということですね。それから27番、保育所、児童館、老人福祉施設とかこういうのもあるんですが、これも大阪市は、確かに各区ごとに、それももちろん数は違うんですが、これ誰がこういうの決めてるかというと、玉木が決めてるわけじゃないんですね。これは大阪市長、僕、ないしは大阪市役所にこういるですね、局ですね、局。そこが決めてるんです、大阪市全体を見て。はい、何和区にはいくつ、何とか区にはいくつ、というのを決めてます。今、だいぶ僕が新しい仕組みにしていってですね、この各区長の意見を
を尊重できるような仕組みには変えていってますけれども、でも最終決定権は区長にありません。東京の場合には全てこれ区長に最終決定権があるわけです。でこれじゃあ住民の皆さんの声を聞いて全員で合意ができるっていうね、全員で一致できるようなそんな話にはならないと思います。やっぱり保育所を多く作ってほしいという人もいれば、プールを作ってほしいという人もいる。で僕がやったみたいに赤バスをやっぱり僕は廃止しましたけどね、赤バスを残してほしいという人もいるかもわからない。でこういうことを最後どうやって決めるかというと、最後各区長が選挙を通じて候補者がこういうふうな方向でこの町を作っていきますよってことを候補者が訴えてですね、最後は住民の皆さんが選挙でそれを決めていくと、そういう方法しかないじゃないかと僕は思っています。今大阪市というものは全部大阪市役所令和市の方でこういう調整をしているんですが、もうこれは限界だと。これは保育所とか老人福祉施設、これやっぱり担当の局も違いますしね。でそういうのを今度はそれぞれの特別区でですね、各区長が一体必要な施設はどこまで増やすんだと、で不要なものはどう築いていくのか、だから何をいくつでさらにどこに作るのかということ もうそれぞれの選挙で選ばれた区長にもう決めてもらおうと。で最後はもう選挙を通じてそれは住民の皆さんがどの区長にするかを決めるということ、これがまさに住民自治の充実というところです。で特にですね、大阪市で、この住民の声、しっかり聞き切れていないなというふうに感じるのは教育の分野なんかでもそうなんですが、29番なんかで、これ、体罰の数とこれいじめの数、認知ケース、大阪市ほどだーっとこう多いんですね。皆さんご存知の通り何枠でもいろいろあると思います。こういう状況の時にですね、学校数が今だいたい400とか、学校数ありますか、これは小学校数、まだいいです。学校がですね、小学校中学校で400校ぐらいあるんですけど、教育委員会一つしかないんですよ、教育委員会で。これではやっぱりね、各学校の現場の状況を見切れないだろうと、そういう思いがあります。住民の皆さんこうしっかり聞けないだろうと。ですから今回、この特別区設置ということをやるとですね、教育委員会はそれぞれの5つの地域にそれぞれ1つずつ置かれるようになります。だから教育委員会が大阪市内に5つ置かれるようになります。だから今の1つの教育委員会で400校の学校を面倒見るということを、これを良しとするかどうかですね、僕はもうこれはもう無理だと思いますね。ですから教育委員会は大阪市内に5つ置こうというのがこの特別区設置。それから児童虐待もですね、30番でこの児童虐待で今どんどん増えていってます、相談件数が。で大阪市内には児童相談所が1つしかなかったんです。で今回もう1つ作ることにしました。2つになるんですが、これもやっぱり足りないと思いますね。で重要なことはですね、やっぱり選挙で選ばれた区長のもとに各いろんな局に、児童虐待にしてもいじめの問題に体罰の問題にしても教育委員会だけじゃなくていろんな役所の各局にですね、ご指示を出してみんなで、総取り組みをしなきゃいけないわけです。でその時にはやっぱり選挙で選ばれた区長のもとでないと、僕は住民の皆さんの声、それにきちっと応えることができないんじゃないのかなというふうに思ってまして、教育委員会も5つを、それから児童相談所も今度この特別設置、大阪都構想になると5つそれぞれの地域に置くことになります。で選挙で選ばれた区長のもとにこの児童相談所を置きますので、区長がですね、いろんな指示命令を出してですね、児童虐待の方に、より今よりも対応がやりやすくなるんじゃないのかなと思ってます。今僕一人でこれ大阪市内の児童虐待これ全部最終責任を負わなきゃいけないような立場になってですね、これは本当にしんどいです。でもちろん今玉木に頑張ってもらって、区長の下でですね、児童虐待の対応をやってもらっているんですが、玉木の方から各局にやっぱり指示を出す、指揮を出すってことはやっぱりできないんですね。それはできないんです、実際。でそれは、ね、皆さんなかなか分かりづらいかも分かりませんが、選挙で選ばれたポジションじゃないので、区長っていうものは役所のトップではないんですね。だから大阪市役所の方のいろんな各局の幹部といろいろ話をしてお願いをしたりとか、そういうことでこうやらなきゃいけない。そうじゃなくて選挙で選ばれた区長になるとですね、
その役所の方に指示を出せると、決定して指示を出すことができる。で今僕がその役割を担うのは僕一人になってるんですけど、これはちょっと一人ではもう無理だろうということで、選挙で選ばれた区長を5人、大阪市内に少なくとも5人置いて、そして児童相談所なんかでも5つ置くというのが、特別区設置、いわゆる大阪都構想、僕の問題意識に基づいて、その5つ置こうということを考えています。それから小学校、中学校の統廃合問題なんですけどね、これもそうなんですけど、これ子どもたちの数は減っていってるんですが、子どもたちの数は減っていってるんですが、小学校の数はあんまり減ってないんですね。で31番これ、何が言いたいかというとですね、学校のその規模っていうものはある程度基準がありましてね、子どもの数が少なくなっていくと教育環境としては不適切なんですよ。子どもの数が少なくなっていくと複数学級が、一学年に複数学級がないと、まあなかなかクラス替えもできないし、それから体育祭とかそういうところでも人数が足りないとできないと。ですから今大阪市内にですね、学校統廃合しなければいけない学校が大体83校あるんです。大阪市内子どもたちが減っていってる。やっぱり学校ちょっとこれ合わせて統廃合しなければいけないなっていう対象が83校あるんですが、それがですね、それから実績としてですね、これ63年から21年度ですから20年ぐらいかけても、統合が4つ9つとか、ここ最近でも6校しかできてない、これはですね、住民の皆さんもいろんな考え方あると思います。自分たちの子供を通わせてる学校とかですね、自分が卒業した学校統廃合なんてなくなるっていうことにものすごいやっぱりこうなんていうんですか、寂しい思いがあって、住民の皆さんが残せ残せっていう声必ず出るんですね。必ず出ます。でただ大阪市内はきちっと子供たちの教育環境を整えるために統廃合をやらなきゃいけない。こうなった時にですね、今玉城に頑張ってもらって日本この何学もいくつか統廃合をやってもらってるんですけどね、でも本来は僕が出なきゃいけないんでしょうね。選挙で選ばれた者が皆さんの声聞きながら最後調整してですね、最後申し訳ないけれどもこういう方向でやらさせてもらいたいというようなことは、最後選挙で選ばれた僕が調整に入ってこうやらなきゃいけないんですけども、今の僕の状況で83校全部僕が担当して住民の皆さんの中に入ってこう説明をしていくということはもう不可能です。ですから今は区長に任せているんですけども、やっぱりここで選挙で選ばれてる選ばれてないというところが非常にですね、大きくて、やっぱり住民の皆さんの声をこう調整していくで完全一致にはならないんですから、最後決定しなきゃいけない。で最後はですね、選挙で選ばれたものが、選挙で選ばれたものの決定として申し訳ないけどもこれでご理解いただけますかというような形の最後決定がですね、できるできないというのは非常にこれ、決定的な問題なんですね。で大阪市の場合にはおそらくそういうことがなかなかできなくてですね、学校統廃合が本当に進まなかった。で僕はもう繰り返し市長就任からです、市長就任時から、各区長に学校の統廃合頑張ってほしいということを大号令をかけ続けて、かなり今各区長頑張ってくれてはいるんですが、やっぱり住民の皆さんもですね、さ区長選挙で選ばれたものに対する思いとそうでないものに対する思い、いろいろなその感情的なものもあってですね、なかなかそれがうまく進まない。もちろん住民の皆さんの意見を全部無視して進めるつもりはありませんけれども、また僕の力不足であることも認めますが、こういう状況、やっぱり住民の皆さんとコミュニケーションをしっかり取れる区長をですね、きちっと各地域に置かなきゃいけない。それが今僕一人、選挙で選ばれる長僕一人ですけども、これを少なくとも大阪市内に5人置いて、今よりも住民の皆さんとしっかりとフェイス2フェイスで顔を突き合わせてですね、話ができるような状況に僕はしていかなければいけないと考えて、こういう特別区設置、いわゆる大阪都構想というものを打ち出しました。そして32番から2つアップなんですが、この辺がですね、各東京の23区、東京の23区っていうのはそれぞれ独自の選挙で選ばれた区長のもとにですね、住民の皆さんに対して独自のいろんな政策をこうやっていっております。32、また次ですね、2ですね。これ今渋谷区なんかで今ちょっと話題になってますね、LGBT、いわゆる同性パートナーシップ、これ考え方いろいろあると思います。同性婚、戸籍上認めるということではなくて、同性のね、パートナーであることを役所が証明書を出すということ、今いろいろ議論ありますけど、
これね、やっぱり渋谷区だからできるんでしょうね。何枠でやるっていうのはこれやっぱり無理です。条例作れませんから。まあ、玉木はそれやるかどうかっていうのはさ、考え方聞いたりいないので僕は知りませんけども、空で今何枠で条例作るってことはできないんですね。ですから、これ大阪市全体で、こういうことを考えるといったら、まあ大阪市260万人いるとみんな意見バラバラですから、まあ、まとまりがつかないということになると思うんですけど、まあ、それは各地域でですね、選挙で選ばれた区長がこういうことを考えても同性婚パートナーシップ、まあ、同性パートナーシップの証明書を出してもいいということをそう考えている地域も場合によったらあるかもわからない。大阪市内のあの5つの地域、そうであれば大阪市民全体が賛成しなくてもある特定地域の人たちが賛成多数になるのであればそういうことができる。結局今の大阪市役所の体制だと大阪市民全体で賛成多数にならないと物事が進みませんけれども、まあ、この特別区設置になるとですね、5つの、 その地域ごとで賛成多数になれば物事を進めることができる。まさに地域の特色に応じてですね、地域の住民の皆さんがどう考えるかによって自分たちの街づくりができるようになるんではないかと、そういう思いでこの大阪都構想というものを提案しました。まあ、これはあの僕の問題意識で長々と喋りましたけれどもね、あの今の大阪の状況を考えると役所の整理をしなければいけないと、そして大阪全体の成長を担う役所と住民の皆さんの声をしっかり聞く役所、こういうものをしっかり2つ作らなきゃいけないんじゃないかと思っています。でそういうことをやることによって二重行政というものもなくなるだろう、そして無駄なその税金の使い方というものもなくなるだろう、自分たちの仕事をきちっと整理できますので、ね、あのやらなければいけない仕事が整理できますので、でこの大阪全体の仕事に関してはこれはもうこれからは大阪府に任せていくと、大阪府に任せていく、そして住民の皆さんの声を聞く役所はですね、今の大阪市長1人、大阪市長1人の下での大阪市役所に全部住民の声を聞くその役割を任せるのではなくて、大阪市内5つに、まあ、特別区というものを分けてですね、選挙で選ばれる区長というものを5人置いて、教育委員会も5つ、児童相談所も5つ、そういうものをしっかり置いて、より住民の皆さんの声を汲み取りやすい、そういう役所をですね、大阪市内に5つ作っていきましょうというのが、大阪都構想、いわゆる大阪都構想特別区設置の考え方、これは問題背景です。僕の問題意識です。でこれに対してね、反対意見はいろいろあります。お手元の方でですね、反対意見はありますか？はい。あとこれで反対意見のところだけ説明して終わらせてもらいます。説明します。はい。すみません。反対意見の方がありますけれども、まあ、要は二重行政というところについては大阪府と大阪市に話し合いすれば解決できるんではないかというのが、まあ、反対意見であります。それから住民の皆さんの声を聞くというそういう役割については今の区長でも十分できるじゃないかというのが反対意見であります。それから反対意見の中にはですね、その当初にこれコストとして600億円ほどお金がかかるというこのシステムを変えたりですね、役所の庁舎を整備したりすることに関して600億円ほどのお金がかかる、まあ、そういうことが無駄じゃないかということを反対意見で言っているという人たちもいます。膨大なコストです。ただこれはさっき の、 大都市局の説明で財政面のところをちょっと出していただきますか。財政面の総合の、はい、その600億円というものは確かに初期にはかかりますけれども、この特別区設置を行いさまざまな改革をやることによってこの活用財源活用可能額っていうのは住民サービスを拡充していく、さらに住民サービスのレベルアップを図っていくことに使えるお金、まあ、これがしっかりこの600億円というものは最初かかったとしても後からきちっとこの使えるお金というものは徐々に拡大していくので、まあ、最初にはお金かかるけれども先ほど言いました今
今までのその役所の二重行政、税の無駄遣い、それから大阪全体の発展を目指していくこと、それから住民の皆さんの声をしっかりと汲み取っていく役所にすること、そういうことを考えれば、まあ、最初にこの600億というお金がかかったとしても新しい役所にする方がいいんじゃないかと考えている方が賛成派の考え方です。反対派はこの最初に600億円かかるというものが非常に無駄になるんじゃないかということを言っています。以上その問題意識からですね、特別区設置についての提案に至ったその背景を説明させてもらいました。この問題意識がそもそも間違っていると考えられるか、そしてまたこの問題意識を正しいともしお考えになられてもですね、今の大阪府庁と大阪市役所のまんまでもこの二重行政というものをきちっと話し合いで解決できる、ないしはこの各区長の方でですね、住民の皆さんの声をしっかり聞いて、皆さんの意見、皆さんの考え方に沿ったその街づくりができると考える、まあ、このあたりが賛成反対の分かれ目になるかと思っております。以上です。以上で説明は終了いたしました。それではこれより12時半頃までになりますけれども、ご来場の市民の方々のご質問にお答えしていきたいと思います。ご質問がある方にはその場で手を挙げていただきまして、私の方から指名をさせていただきます。その方のちょっとお待ちいただけますか。その方のお座席まで、スタッフがマイクをお持ちいたしますので、この説明会インターネット中継されておりますので必ずそのマイクを通してご質問をいただきますようお願いいたします。あらかじめ申し上げておきますけれども、本日の質疑内容は後日すべてホームページで議事録として公開されることになっております。本日は多くの方にご出席いただいておりますので、できるだけ多くの方のご質問にお答えしたいと考えております。ご質問を簡潔にお願いしたいと存じます。時間に限りがございますので、時間が参りましたら質疑を打ち切らせていただくことがございますので、あらかじめご了承お願いいたいと思います。それではご質問のある方挙手をお願いいたします。よろしいですか。そしたらですね、まず前からお待ちいただいているので、そうですね、一番前の方、一番、スタッフ席の後ろの方ですね、はい、帽子の方、はい、失礼します。今の説明長々でちょっと質問時間短くなったんで短いします。一つ、区長さんが選挙で選ばれている、決められると言うんですが、決めるためには財政的な裏付けがあります。で、実際区で使える予算というのは何個少ないという予算しかありません。で、新宿やらいろいろな例を挙げてくださいましたが、東京は首都圏でものすごいお金持ちです。で、そのお金持ちの区がいろいろ決めてることが大阪でできるはずもないとでは触れないという状況があります。ところがそれを一切隠した説明でした。大都市局は上手にスルーされたのは政令市大阪市というものの権限の強さです。それをスルーした上で、今の区と特別区では権限が違うというような説明をされます。非常にこの、偏ったというか誘導的な説明であると思われます。で、この財源のなさ、これが一番の問題です。住民サービスは別にサービスという言葉ですが、別に行為とか善意でやっていただくものではなくて、私たちの税金の使い方でのそのあり方です。ですからない人では触れない。で、大阪市は実は借金はさっきのグラフでも順調に減らしています。債務は少なくなっています。つまり私たち市民は過去には十数年前にはいろいろあったかもしれませんが、その後大きな、そういう公共事業で債務を取り出すようなこともせずに、きちんと住民として大阪市という政令市を運営するノウハウも持っておりますし、これからいろいろやっていくだけの、力も持っていると思います。ぜひそれを信用していただきたいなと思います。そこで市長さんの質問なのですが、私たち大阪市という市民はいろいろ無駄遣いもありましたが、さっきの二重行政も見てみたら、リンクは大阪府の管轄です。
佐喜島地区の国は大阪市内のことで、別に大阪府に出しゃばっていろいろ事業したわけでもありませんから、きちっと役割分担をすれば大阪市の今後の発展のためにやっていける力量のある市民だと思っています。今後の制度のいじり方で今の区長さんをはじめ、区役所の運営方法を考えたらできるはずです。すいません、ごめんなさい。大阪市民をもう信用してないですか？あとは皆さん考え方なんですけど、大阪市民の皆さんは大阪府民でもあるんですね。大阪市民だけで独立しているわけではないので、先ほど冒頭に言いましたけども、僕の考え方は大阪府庁も大阪市役所も両方良くならないと市民の皆さんのためにならない。市民の皆さんは大阪市役所だけで何かやってもらってるわけではないんですね。さっきのちょっと借金のあれを一人当たりの借金のやつ、4番まず4番見てもらったようにして、ね、説明中ですね、はい、これ見てもらったら分かる通り、大阪市民の皆さんは大阪 市役所だけが良くなってもしょうがないんです。ですからトータルでどう良くするかということですから、市民を信用する信用しないとかそうではなくて、役所をどうするか、市民の皆さんは府民でもあると、そこをどう考えるかということです。それから内緒では触れないということを言われました。でそうであれば今のままでも内緒では触れないんですね。今のままでも内緒では触れない。では内緒では触れない中でどうしていったらいいかということになると、当然これは今までやってきたものの見直しをやっていかなきゃいけないんです。内緒では触れないということである。で見直しをやっていくその単位をですね、大阪市全体で見直しをやっていくことと、それから大阪市内5つのエリアに分けて、そのエリアの中で必要なものと不要なものを住民の皆さんに決めていってもらう。どっちの方がより住民の皆さんの声を聞いて、その見直しというものがやりやすいのか、自分たちに必要なもの、不要なもの、そこを調整できるのはどちらの方がいいかということです。ですから確かに東京の23区と比べて、大阪市は東京の千代田区とかそういうところに比べれば財源は少ないかもしれませんが、でもそれは今のままでも少ないわけで、今と比べて変わらないわけですね、お金の額は。あとはその今与えられている額の範囲で必要なものと不要なものを調整していくのがどちらの方がやりやすいと考えるかということです。でちょっと最後財政シミュレーション各区のところでですね、ちょっと見てもらいたいんです。お金がない、お金がないと言われていますけども、これは違います。今の区の方がですね、多摩区長あれ、今の完全自由な裁量予算と言われました。区支援向きで、2億ちょいぐらいです。今2億ちょいぐらいですね。でこれがもちろん全額使えるわけではない、いろんなものにね、義務費として使っていかなきゃいけませんけれども、特別区全体でいけば、まず全体でいくと財源活用が、はい、これですね。こういう形で、このお金多い少ないどう捉えるかということですけれども、これ使えるお金がこういうふうに出てくるという、シミュレーションがあるわけですから、この中であとは住民の皆さんが必要なもの不要なもの、判断をしてもらってですね、選挙で選ばれた区長のもとでやってもらったらいいと。お金がないのは別に新しいいわゆる大阪都構想の仕様が今のまんまでもそれは変わらないわけですから、今あるお金の中で必要なものと不要なものをどうやって住民の皆さんからしっかり声を聞いて調整をしていくか、その調整の やりやすさがどっちなのかという、そういう判断、どちらを取るかというそういう判断ですね。はい、では次の方に移らせていただきたいと思います。繰り返しの時恐縮ですけども、ご質問簡潔にお願いしたいと思います。あちらの白い服の方、男性。自分は浪速区塩草に住む、中井です。この年69年間塩草に、住んでおります。浪速区が亡くなるという状況を踏まえて、多分、賛成の方も反対の方もたくさんおられると思うんですが、自分は今日初めて協定書なるものを見させていただきました。このことについて、やっぱり協定書を今見てたった2時間余りで判断しろという方が
問題ではないかと、やっぱりもっと早くから、市民の有権者の方々に、配るべきではなかったのかと、そういうふうに思いますし、そして今日、朝早くから、説明会を持っていただいてますけども、会社へ勤めている方は来れないでしょうと、こういう方々にどのように説明をするのという思いもあります。と同時に、都構想という名前で出発してきましたので、大阪の人々は大阪都になるというふうに思い込みがあると思います。それを払拭するたびに、まあ、今日の説明だと思うんですけれども、5つの特別区に、してどういうふうに指摘ができるのかということを、大阪市の、2200億の財源を大阪市が、持ってるわけでありまして、それを使う権限もあるわけです。そういうことで5つの区にどのように分配をするのか、そういうことが全く出ておりません。と同時に、まだまだ、財政はあると思うんですけども、特別区の、設置のあり方を最初からやっぱり、特別区構想という形でするべきではなかったのかというふうに思います。僕は、まだ賛成か反対かということを決めかねているようです。今日お住まいの皆さんも、多分そうではないかと思います。ただ今言いましたように、この時間帯と同時に来れなかった人たちへの説明をどのようにしていただけるのかと同時に、2200億の行方をどのように整理をしていただけるのか、5つの区の、区長さんが、住民投票で、選挙で決めるということであったとしても、橋本市長の掲げる、党、何とか分かりませんけど、党の党議党略の中で、数の力だけで押し切るというようなことを、なくしていただきたいという思いであります。従いまして僕の質問の、答えは後でも結構です。質問される方がたくさんいてはりますので、全部、聞いた上に立ってお願いしたいというふうに思います。ちょっと答えれる範囲で答えます。来られない方に関しては、これはもう区役所の方でですね、今回記録しているものを区役所のロビーで流したり、それから今回大都市局が説明したその解説部をホームページに、アップしたりですね、まあ、そういうことでやります。でこれをパンフレットを早く出した方がいいんじゃないかということを言われていましたけども、これやっぱり議会の承認がないと予算が通らないんです。ですからこれは出すことは本当にギリギリの段階でやっと議会の方の承認を得たということです。ただこれまでの数年間ずっと議論している経過はですね、これは常に公開の場で、いつでもインターネットと見てる状況にしていますし、議事録なんかでもしていました。ただですね、分かりました。ただそれは毎回こういうことで住民説明会がやっぱりこういうの、これ今回2週間で39回やるんですけれども、こういうことをじゃあ一連中僕がやれるかというとやっぱりできない、まあ、これは大阪市の今の人口の多さの問題でもあるんですね。でこれはですね、説明についてはやっぱり今できる限りの、努力は尽くしますけれども、来られない方とかそういう方のために全39回、土日も説明会場を持っておりますので、まあ、そちらの方にお越しいただけたらなというふうに思っています。それから何が、それはだから最後申し訳ございません。お静かに伺います。質問してるのに横から言わないで、あなた質問したかったらあなたに言わなさい。すいません、僕は質問したんですよ。すいません、不規則な事件を繰り返されますと住民説明会の進行の妨げになりますので、おやめください。これはね、皆さんいろんなお考えあると思います。もうかれこれ3年4年、ずっと議論をしてきた中でまだ足りないという方もいらっしゃるし、先ほど言った問題、いろいろご質問いただきましたけれども、まあ、大阪全体の発展
それからこの税の無駄遣いを止めること、それから住民の皆さんの声を細かく聞いていくこと、まあ、この問題意識を別にあまりこの問題意識問題ないということであれば、今お考えられた方のようにですね、まあ、今のままでもいいじゃないかということになると思います。だからそこがもともとさっき言ったように僕の問題意識をどう捉えるかというところですから、まあ、そこはもうどうしてもこれは考え方の違いになってしまうと思うんですね。ただ一点言わさせてもらいたいのは、何枠がなくなるというのは、何枠っていうのはこれ行政の役所がですね、仕事しやすいようにまあ決めたエリアで、地名は残りますからね。この新しい特別区設置ということであっても、さっき大都市局から説明あったと思いますけども、大阪府、まあ、こちらであれば中央区、何はここが住所になります。何は日本橋で、じゃあ例示したようにですね、大阪府、中央区、何は日本橋ということで、何はっていう名前はしっかり残ります。別に何は区がなくなるとか、何はっていう名前がなくなるわけであります。それとあと大阪都については、大阪都っていう名前については名前が問題なんではありません。今僕がさっき言ったようにですね、今の大阪に二重行政があると考えるか、その大阪全体を引っ張っていく役所というものを必要とするかどうか、それから住民の皆さんの声をしっかり聞く、そういう役所を必要とするかどうか、この特別区設置というものをやれば、そういうことができるというのが、まあ、僕の考え方であり、これは法律上都と見なすということになっていますので、まあ、これはもう都構想ということで全く問題ありません。ただ名称についてはこれは法律上もう都と見なされるんです。住民投票で賛成多数となれば。ただ名称まで都と変えるかということになると、これは法律の提案をやって法律でまあ変えていくことになります。重要なことは名前ということではなくて、大阪全体の成長をしっかり引っ張っていく役所というものを作っていくのか、二重行政の無駄を省く、まあ、そういう仕事の役割分担を整理するのか、住民の皆さんの声をしっかり聞いていく新しいその大阪市内の特別区を作っていくのか、ここが今重要なものです。ご説明中の発言を控えください。よろしくお願いします。ご説明をお聞きいただいている方もいらっしゃいますので、不規則に発言されますと進行の妨げになりますので、ご了解いただきたいと思います。39回ありますから何回も来てください。これ皆さんに説明するのは、やっぱり僕は説明責任の中で1時間ちょっとそれはかけないとこれ説明できませんのでね、皆さんのように反対、ね、しっかり勉強されている方は僕の話じゃないということになると思うんですけど、やっぱりさっぱりわからんという人も多いわけですから、まず聞いていただいて、何度聞いていただいても結構ですから。39回、はい、すみません。では次の方に移らせていただきたいと思います。すみません、後ろの方で腕を上げていただいている方、一番後ろの方ですね、一番左、ごめんなさい、そちらステージ向かって右側の方ですね、奥の方です。すみません、よろしくお願いします。今まで、二重行政ということで散々言われてますけども、私の考えでは二重行政とは、まあ、大阪府、大阪市、まあ、2つの自治体が同じ地域で、まあ、偏った施設作ったで、まあ、サービスを提供する、これが、まあ、二重行政と思いますけれども、先ほど例に挙げてます WTC と林間、これ全然場所も違いますし、これがなんで二重行政で言えるのか、またたまたまその時はバブルが弾けた時ですから、建設会社とか金融機関でもお金も余ってましたから、これはあくまでに二重行政の失敗ではなしに、いわゆるその政策、大阪市並びに大阪府の政策の誤りである、私は思います。だから二重行政で何でもかんでも片付けられるのは侵害、漫才で言えば王者しますという形になります。それともう一つ申し上げたいのは、先ほど、区民の特別区が5つできるというお話です。ただできましても予算、要するに財源がなければその区長は何もできません。市長もご存知の通り、中には国、まいたら釣り上げられるとおかしいですけども、この行政のために使われるものもありますし、あと
4分の1しか自主財源はありません。そしてあと残りの多難分はいわゆる財政、調整ですか、そういう形でされますけれども、これは大阪府がします。大阪市民は大阪府民の3割です。質問は何や。だから要するにしても金がなければサービスはできない、そういうことを申し上げたいと思います。わかりました。お金がないお金がないと言われるんですけど、特別区設置にしたからお金がなくなるわけじゃないんですよ。もしお金がないって言うんだったら今もないということで、区長ができないんだったら大阪市長もできないということです。ない中でどうやってやっていくかです。先ほど繰り返し説明して、繰り返し説明してきましたけども、特別区設置をやってきちっと財政シミュレーションをやってもですね、17年間で推計すれば最初の600億円大阪都構想、いわゆる大阪都構想にかかる経費を差っ引いても、2700億円、使えるお金が出てくるという、そういう計算結果があるんで、それを各5人の区長がですね、住民の皆さんの声を聞いて、しっかり使い道を決めてくださいということです。で、二重行政についてはこれも冒頭言いましたけども、大阪市民の皆さんは大阪市内だけを見るかどうかで、です。もう考え方として大阪市内にビルが2つ建ってないんだったら二重行政でないって考える人もいるかも分かりませんが、僕は知事をやってましたんで、大阪市民は大阪府民でもありますが、ずっと地図の上をですね、大阪市内だけを見るんじゃなくて、ずっと上に視点をずっと上に上げていくと、大阪府内に同じものが建ってても、それは僕は二重行政だと思います。全国で2番目に狭いエリアの大阪の、この狭い面積の大阪にですね、全部2つずつ2つずつ建ってるんだったら、大阪市内に立って大阪市以外だからこれは二重じゃないっていうのは、それは大阪市内だけを見てるからなんですね。大阪区域全体を見て、二重になってることはやめましょうというのが、二重行政のこの問題と、二重行政やめましょうというもので、それから大阪府のお金奪われる奪われるっていうんですけど、これもね、あとは皆さんの考え方です。僕は知事をやっていましたけれども、大阪府っていうものを市民の皆さん敵と捉えるかどうかですよ。僕は大阪府知事で大阪市民の代表として一生懸命仕事をやってきたつもりですから、この大阪全体、大阪府庁、大阪市役所トータルでやっぱり良くならないといけないという考え方に立つのか、大阪府はあくまでも敵だというような形で見るのか、お金そこで取られる取られる、実際これ取られるという話もですね、さっき大都市局から説明ありましたけれども、僕も説明させてもらいましたが、大阪全体の仕事として大阪府庁にやってもらった方がいいだろうねっていう仕事を大阪府庁にやってもらう。で、その分お金、当然そのお金に使ってもらう。例えば消防とかですね、それから大学とか、これもだから、市立大学が今度府立大学になる。これは別に大阪市民のための大学であることは間違いないわけですね。市立大学であろうが府立大学であろうが、ですからこれは担当が大阪市役所がやってたものが大阪府庁に変わるということだけであって、これは取られるという話ではないと僕は考えています。それはだから考え方によって大阪府庁が仕事をやることがもうなんか市民の税金取られるというふうに感じるのか、消防もですね、今度は今まで大阪市役所消防局だったのが、大阪府庁の方で消防という業務をやりますけど、これもしっかり消防の業務は、これは東京都でも東京消防庁というところが東京都民のために仕事をやっていますので、こういうことをね、お金を取られるというふうに考えるかどうかの、そこの考え方の違いかなというふうに思います。すいません、不規則発言繰り返します。繰り返されますと進行の妨げになりますので、これはちょっとすいません、僕の説明会ですので、すいません、皆さんにいろんな意見を聞くあれではありませんので、3ページすいません、タブレット3ページ出してもらえますか。すいません、申し訳ございません。そちらの方、不規則発言繰り返されますと田中さんの迷惑になるので、タブレット3ページで、皆さんパンフレットの3ページで、3ページでいいですか。どっちの今のままの役所の方がいいのか、新しく作り直すかというところの話で、これ最初の3ページのところにありましたけども、ここですね、これが今の現在大阪市役所の仕事、市民の皆さんの声を聞く仕事と、このように大阪全体の仕事が今大阪市役所で、声にごちゃ混ぜになってしまっている。ですから
大阪府庁の仕事ですね、下の方が大阪府庁の仕事、まあこれ産業とか卸売市場、大学、病院とかですけども、これは大阪市役所の仕事と大阪府庁の仕事だから重なってしまってるわけですね。ですからこれをもう大阪市役所が今やってる大阪全体に関わる仕事を大阪府庁の方にやってもらいましょうということです。これを奪われると考えるのか、担当者が変わると考えるのかですね。ちょっとずらしてもらいますか。あ、真ん中は見れるんですか。真ん中見れない、ですから皆さんパンフレットを見てもらうと3ページと4ページのちょうどあの下の部分が、これが大阪全体の仕事ですから、大阪市役所の今まで、この大阪全体のためにやってた大阪市役所の仕事をですね、まあ、大阪府庁の方に、移しましょう。でこれをバン奪われるというふうに考えるのか、担当者が変わるのか、それからもう一つですね、ここが今市民の皆さんの声を聞かなきゃいけない仕事なんですが、今大阪市長一人でこれやってると。でこれをですね、右の方に、右の方に、すいません、不規則な発言をされますと、このようにですね、透明なくなりますので、今一人の市長でこう担当するんじゃなくて、5人の選挙で選ばれた区長の下でしっかり住民の皆さんの声を聞いて、こういう仕組みを取っておくのか、それとも、まあ、今のままでですね、あのやれるというふうに考えるのか、まあ、ここ の, あの違いということになります。不規則発言をおやめください。よろしくお願いします。では次の方のご質問に移らせていただきたいと思います。すいません、あの見づらい席で、あのずっと長い間いらっしゃった後ろの席の方で、どの方がご質問おありになる方いらっしゃいますか。今先にお挙げいただいた方、すいません、ちょっと、2列目の方ですかね。はいはい、もし、あ、すいません、お話の内容はよく分かったんですけどね、大阪市という名前は残しておいて、ちょっとごめんなさい、今 どこで今見れなくてすいません、手挙げていただけますか。大阪市という名前を残しておいてね、この三尽市のマンも残しておいて、その5つに分けるっていうことはダメなんですか。もっと話し合いだけで二重行政をなくすとか、そういう考え方の人もですから反対派の方でいますね。我々はもう話し合いで解決できるかどうかっていうところで、それもあるし、この大阪市というものをなくす必要がね、ちょっと今度大阪府、あの何和府になるのかどうかは分かりませんねけど、要はその特別区の名前も別に大阪市にして5つに分けてるだけやったらダメなんですか。例えば、はい、今のおっしゃられた点は、はい、そうすると選挙で選ぶ長がですね、はい、大阪府知事と大阪市長の選挙を選ぶんですかね。いや、市長、市という名前を残しておくだけ。例えばで、区長は、区長はそのままにした。で、今市長がおっしゃる通り内容は、じゃあ どこを大阪市という名前にしたらいいと思いますか。そうするとどこが大阪市になるんですか。その大阪府というものじゃなしに、いやですから大阪市っていうものと大阪府っていうものが合わさるんで、今度名称変更で大阪都にするというのが、でも大阪都にはならないの。いや、それは法律改正やって認められればですけどね。だからそれは住民投票したいです。で、だから大阪市っていう名前にこだわるのと、まあ、大阪府っていう名前よりも大阪市の方がいいってことですかね。そういった、もうそういう方もいらっしゃると思います。大阪市っていう名前はもうとにかく何が何でも大阪市っていう名前と、あとは大阪市民の皆さん府民でもあるんで、もう大阪府で、もう別にそれで大阪ってついてるからいいって考えて、いいと考える人もいるでしょうし、まあその大阪市っていう名前にどうしてもこだわられる方は今回もうどう考えても反対ということになってしまうでしょうね。ただ名前の方で行くのか、冒頭繰り返し言ってますけど、今の大阪に、今の大阪の状況に問題意識を持つかどうかっていうところで、僕が冒頭説明させた問題意識、それは違うということであれば、わざわざこの特別区設置はいらないんでしょうね。ただ二重行政、税の無駄遣いの問題、大阪全体のその牽引をしていく役所というものを、強力な役所を必要とするのか、それからあとはこの大阪市内に住民の皆さんももうちょっと声を聞いて、必要なものと不要なものを調整するような、そういう役所を必要とするかどうかということになるんですけどね。すいません、ご静かに。ただそういう仕組みよりも名前の方が重要だということになれば反対というふうになってしまうと思います。すいません、大変申し訳ないんですけれども、終了時刻が迫っておりますので、あと一人、もう一方のご質問で終わらせていただきたいと思います。申し訳ございません。
はい、それではですね、あの青い服を着ておられるあの中学生、すいません、簡潔に申し上げたいと思います。一つはあの今日会場に入る前にいろいろ手荷物検査をされたんですけど、ああいうことを大阪市としてずっとやるということなので、ね、非常に気分が上がった。で、今日のこの会場、こういう説明会だけでやるのか、ちょっと理由がわからないので説明していただきたい。で、2点目はあの今日の説明会の持ち方ですけれども、もともとは冒頭ご挨拶がありましたように、この協定書についての説明だったはずなんですよ。ずっと内容を聞いてみると、まさに大阪維新の会の代表である橋本さんのこう主張が前面に出てですね、この皆参加した皆さんの意思を、なんとか都構想賛成に誘導しようという意思が、ありありと感じられるからである。これにいうことを許されるのかですね。この2つについては、大阪市長の方からぜひ話をいただきたいと思います。で、3点目。あのお話の中で、二次行政の対象というのがありましたけれども、一部事務組合というのは、確かにあの大阪府でもあの消防とかゴミとかで共通にやっている部分はありますけど、それと今、今度考えられている一部事務組合というのは、巨大なもの、全然規模と内容が違うわけですね。ですから、結果的には大阪府があって、特別区の上にさらに一部事務組合という巨大な自治体ができて、まさに三重行政の構造になるんじゃないかという疑問を非常に持ちました。よろしくお願いします。もうあの大都市局は僕の部下ですから、僕から答えますが、あのまず皆さんにあの手荷物検査とか、そういうことで不快な思いをさせたことは申し訳ありませんが、あの僕はあの警護対象ということになっておりまして、どの会場、また24時間ですね、外出するときには、まあ、全て警護をしてもらっているような状況です。ですから、これはですね、どういう場合だったとしても、そういう形で大変申し訳ありませんけれども、一定のご負担をですね、あのしていただくことになります。それからあの一部地元組合の話はまたこれもよく勉強されている方なのでそういうふうに言われますけど、これは結局大阪市の仕事24ページ大阪市の今の仕事をですね、ちゃんと仕事の整理をやって、特別区でできる仕事、選挙で選ばれた区長の下でしっかり住民の声を聞いて調整をしていこうという仕事、これが大体ですね、全体で、特別区の住民が1670ぐらいの仕事があると思ってください。そのうち各特別区がやるよりもみんなで共同してやった方がいいというのが大体120の住民ですから、さっき大都市局が説明した、まあ、7% 分だけは、まあ、共同でやりましょうと。ですからその 7% 共同でやる部分、こっちを原則にして大阪市をそのまま残すのか、住民の皆さんの声を聞く、まあ、本当に選挙で選ばれた区長の下で住民の皆さんの要望、必要なものと不要なものを調整する、それを重要だと考えれば、まあ、1670は特別の仕事であってですね、1670、そのうちの 7% 分は共同でやる。ですからこの共同でやる方は、僕はこれは例外だと、 7% 分、まあそれぐらいはまあ共同でやってもというようなもんですが、いやそんな一部事務組合という方式で、みんなで共同でやるんだったら、もう全部何から何まで、まあ、大阪市のままでやればいいという考え方の人は特別区設置反対になるんでしょう。ですからそれは住民の皆さんの声を聞く役所の仕組みとして、今の大阪市役所の仕組みのまんまで方がよく声が通りやすいと考えるのか、大阪市内5つに分けて選挙で選ばれた区長を置いた方が住民の皆さんの声を聞きやすいというふうに捉えるのか、ここの違いになってきます。ごめんなさい、もう一つ質問、あとごめんなさい、ちょっと希望がしまして、あ、誘導的な説明ということはしておりません。これはあの特別区設置のこの背景について説明させてもらって繰り返していますけれども、僕の問題意識、これが違うということであれば、もう皆さんがそれをこの特別区設置反対を押してもらえればいいわけです。で、問題意識これ正しいと思っても、こう、あ、確かに大阪にそういう問題あるよね、問題意識正しいと思ったとしても、いや、やっぱり今のまんまでもそれはなんとかなる問題じゃないのということになれば、住民投票で反対ということになるんでしょう。僕の問題意識は正しいと考えてもらって、でさらに、あ、確かに今のまんまじゃこの僕の問題意識これ解決できないよね、役所を一からやっぱり作り直していかなきゃいけないねという方は賛成になるでしょうということですから、誘導でも何でもありません。すいません、たくさん手を挙げていただいて非常に申し訳ないんですけども、時間に限りがございますので、
質疑については以上とさせていただきます。ありがとうございました。質問ね、どうしても納得できないという方はもう山ほど質問されたいと思いますので、39回どこでも結構ですので、いらっしゃってまた質問していただきたいなと思うんですが、まあ、とにかく、繰り返しになりますけれども、今日話させてもらった問題意識、これを正しいと考えるか、そうじゃない、でそうじゃない、もう橋本の考えている問題意識、それはおかしいと言ったら反対で結構です。で、問題意識正しいと思ったとしても、今のまんまの役所で僕の問題意識を解決できるかどうか、まあ、そこを考えていただきたいなと思っております。でパンフレットのですね、一番最後に、ごめんなさい、31ページ、32ページのところによくある質問に対する、まあ、答えも書いておりますので、またこちらもご覧になっていただきたいなと思っております。まあ、特に住民サービスは維持されるのということですが、まあ、お金あるなしは除いてですね、今大阪市役所が提供している住民サービスは維持するということ、それからその財源は確保するということはこの協定書の中にきちっと明示をされております。この特別区設置によって税金や水道料金が高くなることはありません。この特別区設置によって地域のコミュニティや地域の行事がなくなることはありません。今ある区役所もそのまま支所として窓口業務を行います。町名に関しては先ほど説明した通り、原則この何話という名前は残ります。運転免許証や国民保険証などの住所変更の手続きは、これは基本的には市町村合併の時にはですね、住所変更の手続きをしていただく必要はないような形で対応しますので、まあ、そのような形で今回も進めていきたいと思っております。大阪都に名称が変更になるのかということですが、これは法律改正が必要になりますが、繰り返しになりますが、名称までどうしても名称でもうダメだという人はもうこれは今回特別区設置は反対になるんでしょうけれども、あくまでも二重行政の問題、税のこれまでの無駄遣いの問題、大阪全体の成長と住民の皆さんの声を聞く役所というものを一から整理して作り直すということが重要だということであれば、名称の問題はないということになるでしょうし、いや名称がどうしても重要だということであれば、まあ、都にならない、まあこれは法律改正でまた都に改正ということで出していくんですけどもね、そういうところにこだわられる方もいらっしゃるかも分かりません。今日は分からないという方用にですね、このパンフレットについてのパンフレットをもとに、まあ、説明をさせてもらいました。これから39回また説明しますけれども、まあ、必要なことがありましたら、いろいろとまた区役所等に問い合わせをしていただけましたらと思います。本当にお忙しいところどうもありがとうございました。来年の皆さんには貴重なお時間をいただきまして大変ありがとうございます。最後にもう少しだけお時間いただきまして、説明会の終了にあたりましてお願いとお知らせを申し上げさせていただきたいと思います。すいません。本日お配りした資料なんですけれども、お捨てにならないように必ずお持ち帰りをいただきたいと思います。それから今市長申し上げましたけれども、住民投票、これは5月17日日曜日になっております。大切な一票ですので必ずご投票いただくようにお願いいたします。住民説明会は、他の会場の説明会も、ユーストリームというネット中継のほか、それから、全区役所での中継を行っております。もう一度説明を聞きたいでありますとか、他の会場の質疑応答をご覧になりたいという方はそちらの方もご利用いただきたいと思います。それでは、本日はこれをもって特別設置協定書についての住民説明会を終了させていただきます。長時間ありがとうございました。お忘れ物のないように座席の周りをもう一度ご確認いただいて、スタッフミドルに従って、運行対応いただくようにお願い申し上げます。特にお足元の傘についてお忘れのないように、もう一度ご確認ください。ありがとうございました。